この間の、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。今日山形氏が打ち合わせで、はい、今は泣き出て行ってしまった。山形氏の写真を持って今日は写真だけを、はい、写真だけです、はい、写真だけです。いいやつやったな。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。今日はランチタイムライブでしたけれども、はい、でなんかやっぱりランチタイムあのちょっとこうなんていうの和やかな感じよね。そうですね、なんかね、そうそうそう、なんか徐々にこう、うん、僕らはまあこうお客さんを入ってもらってね、ライブするの今月からやりましたけど、うんうん、お客さん側もちょっとずつちょっとずつ戻ってきたんじゃないかなみたいな、うん、そうやね、そ雰囲気が、ね、うん、そうそうありましたね。まあでもフラットさんはすごいなと思う。本当にお客さんの愛がね、ありがたい。それだけでございます、ね、いや本当に本当に。いやでもなんかこの間の話もちらっと見せていただいたりとかして、はいはいはい、するとそのなんていうの、あのやっぱり会場によってね雰囲気って全然違うじゃないですか。でまあやっぱりこう、まあ、ホールでねあの天井高かったり照明がバーンと来たりした時のキラキラ感っていうか、なるほど、フラットキラキラしてるわ思ってめっちゃいやもうキラキラしてると思って見てて、そう、ほんであのここでねモダンタイムズでやる時のライブっていうのはすごくなんていうのちょっと素顔に近いというか、そうですね、なんかアットホームな感じで、なんかお客さんからもめっちゃ笑いがめっちゃ漏れてたしね。今日なんかめっちゃ今日もなんかめっちゃおもろかったね。どこ あのね、僕らの MC はね基本記憶に記憶に残らないんですよ。いつもあんな感じ、はい、その道中楽しいだけで、おう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 、終わってから何も残らない。なるほどなるほど。まあね、これが何の話か聞きたい知りたい人はその配信のアーカイブを、ね、プレミア配信、ね、買っていただいて、ま、だもうえ今日は買えるの、ま、買えるね、カード決済なら買えるんですよね。あ、なるほどなるほど。そういつまで買える。あの2週間分は買えます。は買える。おー、この後、おー、なんか今日早めに買った方がお得なんで、ね、見逃したっていう人はね、はい、ぜひぜひ見ていただいて、よろしくお願いします、すごくいいライブでした今日も。なんかね、うん、こう普段いつも弾き語りじゃないですか、うん、だからなんかいつかまあソロでも何でもいいんですけど、うんうん、バンド編成でやってみたいなって。あ、いいですね。あ、雰囲気の中、ね、おー、いいね、いいね、めちゃめちゃ。だからちょっとその辺もまた、ね、ぜひよろしくお願いします。ちなみに今日が23ですよね。今日23、ね、25日にキャスするの決まりました。おー、2人で、あ、ソロで、2人で、はい、おお、なるほど。まあまあ発表兼ちょっと1曲2曲歌おうかなぐらいの感じの。いいですね。25ですね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。土曜日なんで待っておいてください。よろしくお願いします、ね、本当に、はい、まあね、だからほんまにコロナあってからも楽しみが増えたって言えばね、増えましたよ ね、そういう意味でね、うん、いろいろまあね、なんかお客さんもこんなっていうの生でももちろん楽しめるし、そういうね、キャスみたいなのもちょいちょい見る楽しみというのがね、出たという感じが。だから両方こう楽しんでもらえるような内容を常に考えるっていうことも大事なことになってくるので、うんうん、そうやって考えさせられることさえもね、コロナのおかげですからね。そう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 、ね、だって今までそんな考えもしなかったからね、本当に。まあこれからもね、なんかそんな感じで、はい、なんかね、面白いことを一緒にいっぱいやっていけたらいいなと思います。また来月も決まります。そうよ、今日あれよ、あのランチ今日決めてないけど、来月のランチは決めてないですけど、別件は決めたんですよね。お、あ、そうそう、じゃあランチタイムのね、あの 日付は決まってんね。日取りは、あ、それがさっきの日付ですか。ね、うん、あ、別で、うん、別だけど、あのあれやね、ランチメニュー決めてない。あ、ポンちゃんの、あ、それやん、またなんかでも、うんうんうん、今月のやつが、うんうん、もうごちゃ混ぜじゃないですか。ごちゃ混ぜ。僕の案と、もうほぼほぼ山形案ですけど。そう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 。今日いないんで。私何回も見直したもん。僕は決めましょう。決めて決めて。ちょっとメニューちょっと取ってきますわ。はい。あ、ありますか。すいませんすいません。メニューは。あ、消えた。ポンちゃんが消えた。どうぞ。ありがとうございます。買って知ったりやね。今月が冷製パスタ。はい。じゃあ来月も暑いんで冷製パスタにしましょう。考えよう、もっと考えよう、ちゃんと。ね、でもね、あのもうすぐあの再現をするのに、あの会話のこの間のね、はいはいはい、あの冷製と情熱の間パスタをね、はい、再現するのにね、うまいですね。冷製と冷製がかかってる冷製。そう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 、ね、そうそう、あれあれ、僕最初漢字間違ってんじゃんと思っちゃったけど違ったね。なんかすごいなんかね、あの昨日の晩からね、はい、こう、ああでもない、こうでもない、だいぶ試作をしてね、これ山形くんとポンちゃんはこのイメージで合ってたんかなとか、このイメージで合ってると思うとか言いながら一生懸命作りました。結構あれですか、メインっぽいやつの方がいいんですか、うん、おかずだけとかいうより。そうやね、
そうやね、ランチやからこうメインっぽい方がいいよね。いや僕は唐揚げのポン酢かけたの好きなんですけど。あー美味しいね。じゃあその場合はご飯付きとかにしようか。定食定食ライブ。そう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 。なんかでも和があんま今までそんななかったっすよね。あ確かに確かに、ポンちゃん定食で唐揚げポンカラと、うん、ポンカラポン酢唐揚げ、うん、ポンカラ定食やとどうですか。ポンカラ定食以上いいと思うよ。美味しいけど寂しいかな。美味しいよ。それに何かつける一品、なんかこうポンカラ、なんかこの間ほらピリ辛キュウリがなんとかとか先週売ってなかった、先月ピリ辛キュウリ忘れてる、言ってましたねピリ辛キュウリはまた P なんで、ポン辛のポンの P と、お前また PP や、すげえ。だからポン辛何個かと、うん、ピリ辛と、うん、あポン辛何とかとピリ辛のか、いや、なんか素敵、まあ、何個かずつと、うん、で、まあ、ご飯、うんうん、味噌汁は任せます、うん、おお、つくかつかへんかは、はい、あな中身をえなんかつくかつかへんかも任せます。なんか P な、P な、P な味噌汁できんか、ピーナ味噌汁。ピーナッツ入りとか。まずそう。なんでしょうね。ピー。パンプキン。あ、パンプキンいいね。かぼちゃの味噌汁美味しいんちゃう。いけます。美味しいよ。かぼちゃの味噌汁。ポンカラ。ピリカラ。ピリカラキュウリ。パンプキンスープ。あ、パンプキンスープね。あ。今日ね、そのじゃがいものなんか、なんかソースかけたやつ美味しいって言ってもらって、はい、ああいう感じのスープやったら美味しい。合うか合わないか知らないですよ。あ、そっか、でもポンカレーはもうね、むしゃしいのがいいか。まあいいでしょ。ピーにこだわってる方がいいでしょ。ピーにこだわりましょう。ピラフ。ピーああ、なるほど。ポンカラ、ピリカラ、ピラフ、パンプキン。あ、でもそれでもいいですね。ピラフでもいいですね。ピラフにしようか。ご飯がね。ね。ポンカラ、ピリカラ、パン。あ、違う。ポンカラ、ピリカラ、ピラフ。あ、いいね。からピリカラピラフ。スーパー任せます。わかりました。はい、あれでもなくてもどっちもいいです。ピラフね。ピラフピラフいいじゃないですか。僕、ね、ピラフ大好きなんですよ。お前ね。え、ピラフってどんなイメージ。あの何、エビピラフなイメージ。エビピラフ、エビと玉ねぎとなんかちっちゃいピーマンとか入ってなんか人参みたいなとか、あ、ミックスベジタブルみたいな入ってるやつ、はい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 、ピーマンとまたピーピーみたいな、ほらいいじゃないですか。ピーのピラフで、そうしましょう。じゃあそれで決まりました。いらん、もうなんか先月はね結構高評価やったはずなんですよ。そう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 、食べたい食べたいみたいなね。そうこれで今回それなかったらもう 俺も決めへん。お前ね、ポンちゃんまた進めるっていう。もう俺もう嫌、もうやめるみたいな。もう山形プレートになるよ。いやでも絶対そらポンからピリからピラフはもう王道でしょ、ね、絶対美味しい、絶対美味しいやつやわ。で夏っぽくね、なんかちょっとスタミナつくよみたいな。今こじつけた、適当にこじつけたね。冷静にしようとか言ってたのにやめて。今度は情熱で、夏こそ辛いものを食べた方がいいからね。はい、行きました。ということで、その来月のランチも決まったということで、また皆さんね、お待ちしておりますので、はい、日程等はまた上がると思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ポンちゃんでした。ありがとう。